新宮駅は、和歌山県新宮市序付2丁目にある、西日本旅客鉄道と東海旅客鉄道の、規制本線の駅。JR の境界駅の一つ。事務官高度ドは62万2038。新宮市の代表駅であり、規制本線の運行上重要な役割を持つ駅で、規制本線は当駅を境に、JR 西日本の管轄と、 JR 東海の管轄に分かれており、両会社の境界駅になっている。また JR 東海が管轄する亀山駅方は、非電化、JR 西日本が管轄する和歌山駅方が電化の、ためその境目ともなっている。会社境界は、折り場内信号機にある。熊野川橋梁と、丹鶴トンネルの間が、線路上の境界でトンネル北口に分解標識が、立っている。 JR 東海が運行する特急、南紀の一部が、名古屋駅から東駅を越えて、紀伊勝浦駅まで運行されるが、その他は東駅をまたいで運行される列車は、設定されていない。和歌山県内の駅で最も東にある。開業風景沿線住民が、日の丸の旗を振っている、改札口県売機駅構内端式ホーム一面一線と、 島式ホーム1面2線の合わせて2面3線を有する地上駅で、その他に、側線も多く持っている。二つのホームは一本の地下道により結ばれており、単式ホームに接して駅舎がある。駅の3番線側には、側線があり、帰省本線を走る JR 西日本や JR 東海の列車が流通される。一番線、一番宮崎駅寄りの脇には、 JR 西日本の新宮鉄道部があったが2010年に新宮列車区と部署名が解消され死者直轄となった。駅舎は1952年春工、鉄筋コンクリート作り886平方メートルの建築物である。この駅舎は3代目で、前年に2代目の駅舎が火災により消失したため、新しく建てられたものになっている。駅舎は2階建てだが、 待合所や改札の部分などほとんどが吹き抜けとなっている。駅舎には緑の券売機プラスが設置されている。近距離切符自動券売機設置。子供110番の駅にも指定されている。キオスクは2020年10月31日に閉店した。当駅は管理駅長が配置された直営駅であり、管理駅として 当駅ミロズ駅間の各駅を管轄している。トイレは改札内、外に設置されている。上表の路線名は旅客案内上の名称で表記している。1日の平均乗車人員は以下の通りである。以前はマルシンによりメハリ寿司やクジラ弁当などの駅弁が販売されていた。2017年現在は販売されていない。駅周辺は 新宮の中心部で市役所なども近い。当駅を中心として新宮の市街地が広がっており、新宮の主な観光地も当駅から徒歩圏内に位置する。駅前広場の一角には日本で最初に交互の商歌を作詞した新宮市出身の東久米の鳩ポッポ火火がある。周辺地域の公共交通機関の結節点となっており、駅前広場には 待合室や各方面へのバス切符発券所を併設するバスターミナルがあり2階には熊野五棒南海バスの本社が入る名古屋方面東京方面等の高速道路を経由する長距離路線は駅前広場を回り込んだ三重交通新宮事務所前にある高速バス乗り場から発着する西日本 JR バスがご新線を運行していたが2002年3月 廃止された。特急、黒潮、南紀の隣の停車駅は、各列車記事を参照。ありがとうございます。